She represents Max FC4 Fearless Gym, fighting from Korea, Chen Wonjin! 韓国が誇る打撃の女王、ディープジェルス初参戦。果たして MMA の実力はいかに。 Her opponent, fighting out of the red corner, she represents Fight Club Shibuya, fighting from Japan, Kick Reina! 階級を下げての初陣、宣言した飛び膝で KO なるか、キングレイナー。いや、いいですね、表情が。表情いいですね。最高です。肘での攻撃が解禁されたディープジュエス3ラウンドルールで行われます。5分3ラウンド、肘ありで行われます。画面左、チェウンジ、そして画面右、こちらも独特なドレッドヘア、キングレイナー。会見終了後に、昨日のあの計量終了後にもう早速美容室に行って、はい、ね、ああ、そうですね、いつもの、はい。どうですか、体つき、キングレイナーご覧になって。いや、かなり締まったと思います。絞りましたよね、はい、筋トレもしてるみたいなので。ただチェウンジもいかがですか、体格ご覧になって。そうです、負けてないというか。そうですね、大きいですよね。結構大きく見えますね。キックボクシングでは11戦して7勝4敗という戦績。画面左、ショートヘア、こちらがチェウンジ。蹴りで牽制していきます、キングレイナー。金色のコスチューム、MMA 戦績ここまでは8勝1敗、1つの KO、 4つの一本勝ち、3つの判定勝ちがあります。柔道三本をバックボーンにしているキングレイナー。対するはキックボクシングバックボーン、チェウンジ。これ、あの宣言がチェウンジからあったんですけども、はい、もう打撃でという話があったんですが、やっぱりどうですかね、はい、今ご覧になった動き。キング選手の打撃負けてないですね、今のところ。本当そうですね、はい。さあ、中央を取っているのはチェウンジ。どれだけまあスタイルをまた変えてきたかというキングレーナーの動きにも注目したいですね。動きが合わせてパンチのカウンターだが、ここで足を取りに行った。さあ、早くもテイクダウン。相手の足をすくい上げ、さあ優位なポジションへとキングレーナー。チェウンジがどこまでこのグラウンドを対応できるか、そこもまたちょっと見てみたいですね。はい、そうですね。あ、もう、お、早くもマウント。前回のパクソン4戦もあっという間に1ラウンド90秒で腕を決めての一本勝ちを収めました。上体を上に上げて安全にポジションキープしている。これを嫌って体を、さあ負けて背中を見せてしまった。レフリー止めるか、どうか、いかがですか体勢、キングレイナー。そうですね、あのパク選手あんまり対処できてない。首を取った、リアネイキッドチョーク。さあ、レフリーが確認をしているが、ここでタップアウトだ。この試合はあっという間に決めた。その力強さ、階級を変えても変わりません。そして表情も変えない。変えないですね、全く変わらない。全くカジナ乗りを上げました、キングレイナー。1分40秒でした。全くチェウンジ打撃何もできなかったですね。そうですね、寝技になってからも一方的でしたね。はい、何か気になることありましたか、チェウンジに対して。今後の、まあ、課題などもしありましたら、あの寝技のディフェンスをもっと、うん、はい、あの総合やっていく上で必要なのでやった方がいいかなと、やはりそこですかね、はい。さあ、そして今日もこのお友達クマちゃんですね連れてやってまいりました。お友達も一緒にと。あ、置くんですねコーナーにクマさんは、はい。いやー、いかがでしたか、キングレーナー。いや、強いですね、やっぱりパワーもありますし、これで階級落としてもこれだけ動けるっていうので、うん、ますます期待値が上がります。1分40秒という、まあ、短い時間だったんですけども、はい、浜崎選手からこの1分40秒の中でもキングレーナーの、まあ、階級を変えた動き、何かこう、はい、気になったことありました。打撃のスピードが上がってるように見えたので、このぐらいが適正なのかなと。本人もですね、昨日の計量時にスピード上がってますという話をしたんですが、はい、まさにその通りでしたね。そうですね、マイクです。どうも、キングレーナーです。なんか体重落として、なんかあんま手応えなかったんですけどはい、まあどうでしたもうちょっと見たかったですよねすいません、ちょっともう
うちょっと私も試合長くやりたかったんですけど、なんで、まあ、多分まだ近々試合があると思うんですけど、あとそうですね、次のライジンが最近ちょっと回数が少ないんで、例えば今日なんか榊原さん来てるって聞いたんですけど、あ、こんにちは。次のライジン私出ますよね。ちょっと、もうこれすいませんね。じゃあもう一回お願いします。うん、次のライジン。はい。7月ですか。7月でも8月でも9月でも。どうですか皆さん、もうちょっと見たいですかキング。なんか入場してくるとき顔が痩せたんで、ちょっとね、なんかまた一段とこう可愛くなっちゃって。ありがとうございます。どこ目指してんですか。海峡都市って言ったのは大会側なんで。はい、はい、私まあまあぜひこのままガンガン落としていただいて、はい、57キロぐらいだとね、対戦相手いっぱいいるんで、そのぐらいまで目指してほしいなと思って。そんなに体重落としたら多分モテてモテてやばいんじゃないですか。いやいや、大丈夫、いいんじゃないですか。まあぜひ新しいチャレンジ応援したいと思いますし、はい、ぜひ8月で、はい、名古屋でキングよろしくお願いします。わかりました。皆さん、8月にライジンが決定ということなんで、今日来てくれてる人は絶対来てくれると思ってるんで、いつでも DM 待ってます。ありがとうございました。さあ、8月のライジンお楽しみください。綺麗になっちゃうキングレーナー選手、これからも応援よろしくお願いします。改めて見事勝利を収めましたキングレーナー選手に盛大な拍手を。さあ浜崎選手、はい、直談判で今目の前に榊原代表にキングレーナーから、はい、まあ、アピールがありまして、これ承諾されたということでいいんですかね。そうですね、8月大会ですね。もうずっと笑わなかったのに可愛くなったって時だけ笑ってたのがちょっと面白かった。急に、ね、笑っちゃったみたいな、はい、表情から言って笑顔がこぼれましたけれども、これでも階級を落としていくという話もありました、はい、まあ、軽量化していくキングレーナー、はい、またますますスピードと威力も増していくと思いますが、そうですね、これ浜崎選手、はい、要注意人物になるんじゃないですか。いや、そうですね、いかがですか。いや、かなり、いや本当に運動神経一緒に練習したことあるんですけど。あ、そうなんですか、はいはい、普通にもともとの階級で体大きい時も倒立歩行とか普通にしちゃうぐらいの身体能力なので、もう軽量化していくほどに良くなっていくんじゃないかなと私は思ってます。うん、次回のキングレイナにもぜひ注目してください。フェザー級の一戦、キングレイナ見事な勝利でした。